マルティン・エンリケス・デ・アルマンサ、マルティン・エンリケス・デ・アルマンサは、スペインの貴族で、第四代ヌエバイスパーニャン副王及び、第六代ペルー副王を歴任した。初代アルカニセス公爵、フランシスコ・エンリケス・デ・アルマンサの三男として生まれた。記事は明らかでないが、サモラ県、アルカニセスあるいは、バリアドリードかとされる。1568年に、フェリッペ二世によって、 ヌエバエスパーニャン副王に任命された。認知に赴く途中、9月中頃にサクリフィシオス島をねじろとするジョン・ホーキンズの主役船に遭遇したが、3不安でアわんで彼を打ちまかした。11月にメキシコシティに到着した。当時、スペイン出身者とメキシコ生まれのクリオーリョの間の対立が高まっていた。フランシスコ海修道士と教区司祭の間の対立もあり、 その仲裁も、福王の仕事だった。1572年には、最初のイエズス会修道士が、ヌエヴァ・エスパーニャに到着した。イエズス会は、教育に努力を集中した。北方の父チチメカとの戦争は、長年続いていたが、ワチチル族の攻撃によって、スペイン人や友好的先住民の生活が脅かされていた。福王は遠征隊を送り、プレシディオを築き、 また首都とサカテカスを結ぶ街道の安全のために、ラ・コンセプチオン・デ・セラや、サン・フェリペ、レオンなどの都市を設立した。エンリケス・デ・アル・マンサは、コマコランという村に、悲しみの聖母の修道院を建設した。18世紀に、修道院にちなむ名称を持った、ドローレスの町が設立された。エンリケス・デ・アル・マンサは、フィリピン諸島の征服を促進し、 アカプルコとの間の航路を改良した。また、銀のアマルガム精錬法を促進した。フェリペ2世は新大陸でも異端審問を行うように命じた。1571年に初代ヌエヴァエスパーニャ異端審問館のペドロモヤでコントレラスが到着し、1574年に最初のアウトデフェを行った。モヤは後にメキシコ大司教を兼任した。 1573年にはメトロポリタン大聖堂の建設が始まった。1576年にマシンが大流行し、多数の先住民が死んだ。福王は病院の建設、食料と薬品の入手、税金の免除などで対応しようとした。1580年、ペルー福王に任命されたためにメキシコシティを去り、翌年リマに到着した。 イエズス会と対立した全福王と異なり、彼はイエズス会イのホセレアコスタと協力した。1582年にはイエズス会の学校コレヒオレアルデサン・マルティンを設立したが、学校名は福王の中から取られている。またサン・マルコス大学でケチュア語を教えさせた。産業面ではポトシやワンカベリカ鉱山の産出量を増大させた。 1582年には大地震のために多数の死者と建物の被害が発生した。すでに高齢であったエンリケス・デアル・マンサは1583年3月にリマで没した。ありがとうございます。